天神コアは、福岡県福岡市中央区天神において、大手私鉄である西日本鉄道が運営していたファッションビル。天神エリアの再開発計画である福ビル外区建て替えプロジェクトに伴い2020年3月31日をもって閉館した。1976年の開業であり、九州最大の繁華街である天神に立ち並ぶビルの中でも歴史の古いビルであり、 西鉄が手掛ける初めての都市型ファッションビルである。若者向けのショップが軒を連ね、特にギャル系ショップが多いが、6階には109メンズなど男性向けショップも存在し、7階にはレストラン街もある。地下2階から8階と屋上の全11フロアある。1976年6月5日にオープン。2006年11月に改装し、リニューアルオープン。 2011年9月には43店舗を改装、新規入店し、より一新した。天神コアができる前は、西鉄街や銀座通り商店街といった商店街であった。また、開業前の1976年6月22日には、テナント組織として天神コア名店会を結成している。商店街時代からこの地に店を構え、天神コアに出店している店舗もあった。 コアとあなたは、クラスメイトをコンセプトに、新宿、原宿のセンスを福岡に、自家輸入するをキャッチフレーズに据えた。天神の中心地において、ギャル系、ファッションビルとして、最先端のトレンドを発信し続け、福岡、天神のギャルの聖地、若者文化の情報発信基地としての地位を、確立していた。来館者数は、平日で約4万人。 土日祝日で約7万人。全館売上高は約129億6千万円。地下2階から6階までと8階はファッションのフロア、7階は飲食店街である。屋上は緑化されており、無料で休憩できるスペースとなっている。2007年3月まで6階にて営業していた、木の国屋書店は、夢タウン博多営店。2007年9月25日、 その後に東急モールズデベロップメントが運営する109が109メンズ天神コアとして12店舗の男性向けショップを出展した。天神ビブレも同一のビルに入居しており、渡辺通りに面したビルの西側半分が天神コアである。連絡通路があり、回遊できる。ルビンの壺をベースとしたロゴマークは福田修元王によってデザインされた。出会いや、 コミュニケーションの意味が込められたもので、天神のローマ字表記の頭文字 T を中心に人の顔が向かい合っているというものである。しかし、福岡市が進める天神ビークバン計画で2020年3月31日をもって閉館。後地は隣接する福岡ビル、天神ビブレとともに2024年に商業施設、オフィスホテルの 大型複合ビル複ビル街行建て替えプロジェクトに再開発される予定である。ありがとうございます。